なら。いたぞー。待てー。捕らえろー。違う。娘は無事でしょうか。もちろん、元気ですよ。それより約束のものは。もちろん持ってきました。これです。おお、見えないんですけど。え、何度も言わせないでください。ここはバーチャルチャットルーム。我々は現実には別の場所にいるんですから。持ってるものは見えないということですか。信じますよ。娘さんのために連盟の秘密を盗み出してくれたわけですから。おい、開けろ。開けないか。ここに逃げ込んだのは分かってるんだ。もう逃げ場はないぞ。おとなしく観念しろ。くそ。おやおや、それじゃこれでさよならですね。いや、待ってください。もちろんお待ちしてますよ。そのマイクロチップが無事こちらに届くのをね。そんな、こんな重要なデータどうやって持ち出せば。自分で考えてください。では、ごきげんよう。頼む、娘を返してくれ。これを何とかして奴に渡さないと。いや、今はとにかく隠さないと。そうか、ここなら。ここだ。何してるんですか。クローマ国議長。どうしたんですか。司法連盟に泥棒が入りまして。泥棒見つかりましたか。二番手数副理事長、泥棒はこの部屋に逃げ込んだ様子です。すぐに開けるのです。はい。ジュナン・マルットソン、はい、盗んだものを返しなさい。何のことです、副理事長。私は何も…おとなしくしろ。人のオフィスで一体何の騒ぎだ。報道実行委員長。こいつは何のパーティーだい。入れたてのコーヒーにさざ波が立ち。ミスター・ゴドー、これは失礼。実はこの男が…まったく飛んだ。どうやらあんたたちの探し物はその金庫の中におねんねのようだぜ。なんですって。開けなさい。はい、待ってくれ。あー、すいません。ミスターゴド、すぐに金庫を開けてください。まあ待ちな。コーヒーの香りに誘われ、いいことを思いついちまった。いいから開けてください。この部屋は俺の縄張りだ。誰の口出しも許さねえ。何ですと。たった今よりあんたたちも含めこの部屋の出入りを禁じる。全員まとめて出ていきな。何を勝手なことを言う。ここじゃ俺がルールだ。出ていきな。二番手数副理事長、連れていきなさい。はい。私は何も。クローマックジュニア。はい。あんたの肩には世界司法連盟の未来がかかってる。それは。これから二人で熱い話をしようじゃねえか。熱いホットを飲みながらなあ。
っと待ってよ、迷いちゃん。全速力で走ることないだろう。だらしないな。そんなことじゃ四方オリンピックを戦い抜けないよ。そもそも四方オリンピックって何？なるほどくん、弁護士のくせにそんなことも知らないの？じゃあ迷いちゃんは知ってるの？もちろん知らないだと思ったよ。まあ細かいことは気にしない。さらっと優勝して世界遊園地巡りのツアーに、あ、マイロードやないか。遊園地巡り？ほら、オリンピックの優勝商品、副賞は世界中の遊園地のチケットだって。本当だ。だからそこんとこ、あ、きっちり お見知りおきよ。あのさ、さっきから何その妙な動き。大江戸親分、親方様。大江戸親分、親方様。一緒に見てるでしょ。うん、なんか癖になるんだよね。悪を成敗しちゃいませんか。あ、まあ確かに思わず真似したくなるような動きですけどね。おい、貴様どこに目をつけてる。ちょっとちょっと、何やってるんですか。乱暴な人だな。大丈夫ですか。トゥルッセ。え、我が輩は四方オリンピックマスコットキャラクタートゥルス君である。トゥルッセ。なんか可愛い。そう、成敗しちゃいます。ああ、勝利ました。いやいや、オリンピックのマスコットキャラが他のキャラの真似しちゃダメでしょ。トゥルース、なんだかな、天下の司法連盟が開催したイベントにしては中途半端なんだよな。中途半端？うん、そもそもオリンピックは英語なのに司法は日本語だし。そりゃ英語にしたらわからないでしょ。なるほどくん、バカにするなよ。これでも僕は弁護士なんだぞ。じゃあなんて言うの？え？いや、答えるまでもないよ。教えてよ。英語で司法だろ。英語で司法だよ。英語で司法は、英語で司法は、違う違う、何て言ったの？ジャスティス。いつるき、またはザ・ジュディシアル。私はこっちの響きの方が好きだな。どうしてお前がここに。こっちのセリフだ。なるほど、リュウチ。もしかして君もオリンピックに出場するのか。君もってことは、もしかしみつるきも出るのか。聞くまでもない、そして答えるまでもない。お前なんかキャラ変わってないか。さては、三つ剣剣士も遊園地狙いでしょ。なんだと。ちょっと迷いちゃん、そんなはずないだろ。だってこれ来月オープンのトノサマンランド向けちゃうんだよ。トノサマンランド近日オープン。その話詳しく聞かせてもらおうか。ええ、ええ、え、くだらん。私の参加理由はそんなものではない。じゃあ何ですか。決まってるじゃない。久しぶりね。なるほど龍一、カルマメイ、三つ剣レイジ、あなたの狙いはズバリ理事の椅子ね。理事の椅子。何も知らないのね。なるほど龍一、このオリンピックで優勝した者には世界司法連盟の理事の椅子が与えられるの。遊園地なんてただのおまけよ。カルマケンジ、待ってほしいっす。この声は、おお、カルマケンジ、司法オリンピックは逃げないっす。糸の子刑事。だから自分の名前は糸の子切りっす。いい加減勝手に縮めるのやめてほしいっす。もしかして糸の子さんも参加するんですか。自分は刑事としてカルマケンジの荷物持ちを頼まれただけっす。やっと。お荷物はむしろあなたよ、ヒゲ。相変わらず理不尽っす。三つ剣レイジ、残念だけどこのオリンピックで優勝して世界司法連盟の理事の座につくのはこの私よ。くだらぬ。何ですって。私はこんな組織の理事になど興味はない。世界司法連盟は今や世間から疑惑の目で見られているのだからな。疑惑の目？どういうことだ。誰だろう。綺麗な人だな。あんた知らないすか、深杉陽子。あなたの涙がまた溢れる。私はナイフを握り狙う。泣かした奴の背中。
司法連盟についてもある有名な抗議団体の代表だ。抗議団体、その名もラビ。法律は弱い者いじめのツール、探れ今こそそのルーツ、ザックナイフが教えてくれる愛と希望の道しるべ。司法連盟の敷地内っす。申し訳ないっすが、こういうことは外でやってもらうっす。ちょっと待てー、おいおっさん、俺たち抗議団体ラビッツに抗議するってわけ。おいお前ら、ちょっとヤンバリさん、あーマヨイちゃん、今日も可愛いね。やはりお前もしかしてその格好は。そうなんだ、実は俺トーン、おあの陽子ちゃんの熱い思いとクールな歌声に惚れちまって、今は一緒にこのラビッツを一緒に盛り上げてるってわけだ。ピョーン、うそ、またこのパターンか。とにかくこういうことは外でやってもらうっす。だいたいなんすかそのナイフは。物騒にも程があるっす。わー、マジかお前、びっくりした。お前このナイフはな、俺たちラビッツのシンボルだぜ。それをバカにしようってのか、お前は。どうし、やはり。うわっ、うわっ、やめなさい、どうし、やはり。はい、ごめんなさい、陽子ちゃん。私たちは世間の闇に抗議するため、ただ歌を歌っているだけ。このナイフは折れない心のシンボル。ちらつかせることはあっても決して人を傷つけたりすることはありません。もう分かったっす、分かったっすか。ちらつかせるのもやめてほしいっす。皆様も世間の闇に抗議したくなったらこちらまでご連絡を。お前ら、嘘。お疲れ様でした。やっぱりかっこいいね。すげえだろ、陽子ちゃんのナイフの腕は。あのナイフな、世界に一本しかない特注品らしいぜ。お前の首をちょんと行くところだったな。男やはりまさし、惚れた女の手で死ねるなら。あっ、お本能よ。わっ、あのナイフも本質は私の無知と変わらないようね。ちらつかせることはあっても決して傷つけることはしない。いや、自分はしょっちゅう傷つけられてるっす。よっ、そうそうそう。なるほど、龍一、ミツルギレイジ、覚悟しておきなさい。このオリンピックで優勝して誰が一番優秀な法律家なのか思い知らせてあげるわ。だからカルマケンジ、待ってほしいっす。本当に相変わらずだな。くだらん。おお、なんだこの背中に走る妙な旋律は。どうしたんだよ。私はこれで失礼する。なるほど、リーチ。オリンピックで会おう。法廷で会おうみたいに言ってなきゃダメ、剣ケンジ。なんだ、なんだ。こらー、そこ何してんのよ。参加者はさっさと受付を済ます。おばちゃん出たな、おばちゃん。てか、なんなんだ、その格好。見ればわかんでしょ。釣り人だろ。違うわ。おばちゃんはね、今回はこの司法オリンピックのカメラクルーってやつなんだからね。うわー、すごい。この大会は全世界におばちゃんが衛星生中継で配信する。ん？な、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 この香り、みっちゃんだね。その嗅覚はもう犬だよ。黙れ、とんがりオレンジ。とんがりオレンジ？みっちゃんをどこに隠したんだい。さてはここだね。みっちゃん、おばちゃんだよ。挟むな、挟むな。なんで逃げんの、みっちゃん。おばちゃん、怖いよ。離れられない運命だね。綺麗なお顔を見せて。ん？
誰だあんた。地味な顔だね。我が輩はトゥルース君である。あんたからキャラ変わってるから動揺しすぎ。そんなことより、おばちゃんのみっちゃんをどこに隠したんだい。逃げろ。みっちゃんをどこにあったの。Welcome to the 四方オリンピック。皆さんこんにちは。ありがとうございます。皆さん、いよいよ四方オリンピックが始まろうとしております。あれ、なんかこいつ誰だっていう目で見てませんか。そうです、私が今大会の MC を務めます、ヨークシャーベルちゃん、ヨークシャーベルちゃん、ヨークシャーベルちゃんでございます。ありがとうございます、ありがとうございます。それでは皆様、四方オリンピックはいよいよ始まるということで、ここは一つ盛り上がっておきたい場面でございます。なのでぜひとも私にご協力をお願いします。私が〇〇は好きですかと聞くので、皆さんは好きーと、好きーと答えてください。わかりましたか。ありがとうございます。それではいきますよ。皆さん、逆転裁判は好きですか。いいですね。じゃあもう一回いきますよ。皆さん、舞台逆転裁判は好きですか。いいですね。じゃあ最後にもう一回、僕のことは好きですか。男の子、君だけだったね、好きって言ってくれたの。ありがとうございます。僕もあなたのこと好きですよ。はい、それでは皆様、引き続き盛り上がっていきましょう。それでは開会式を行います。まずは我らが世界司法連盟のトップオブトップ、司法界に君臨する若き理事長、ジャック・クローマックのありがたいご挨拶です。こんにちは。こんにちは。ちょっとまゆみちゃん、こんにちは。今日は良いお天気で、そのオリンピックやるぞっていう感じで、大丈夫だなあんた。あ、皆さんお静かに。ちょっと待ってください。理事長、失礼をいたしました。理事長は先だってお亡くなりになられたお父上キング・クローマック氏の後をついてまだ日も浅く、このような席には不慣れなご様子、そこで副理事長であります私アンティーノ・リバンテスが理事長になり代わりましてご挨拶申し上げます。これより第1回司法オリンピックを開催いたします。ご存知の通り、このオリンピックはあらゆるメディアを通じて全世界に生中継されております。はい、おばちゃんバッチリむしり取っちゃうからね。今こそ世界の皆様のその目でご覧いただきたいのです。我々世界司法連盟という組織のどこまでも公正な正義に燃える真の姿を、ここに集いし検事、弁護士、なるほどか、法の庭で戦う戦士たちのきらめく汗と涙を、真実の名のもとしのぎを削るその熱き戦いを、最後までゆっくりとお楽しみください。いいわよ、じいさん。素晴らしいご挨拶ありがとうございました。それでは続きまして、今大会の実行委員長ミスター五道による開会宣言です。あの人は、なるほどくん、五道ってまさかあの、経歴不明、国籍不明、意味不明、全てが謎に包まれた検事だ。実行委員長って、うわっ、確かに意味不明だな。最初に一つだけ言っておく、このオリンピック俺がルールだ。そんじゃおっぱじめるとしようぜ。正義と法律と組織の事情もろもろぶち込んでブレンドして深入りした苦くて熱いやつをよ。
Let's Olympic。 さあ、ついに始まりました第1回司法オリンピック。本日より10日間、この世界司法連盟本部から全世界へお送りしていきます。実況は私、ヨークシャーベルちゃん、ヨークシャーベルちゃんでございます。それでは早速、第1種目の発表です。出ました、第1種目ラップ裁判。ルールは至って簡単です。それぞれの人をヒップでホップなリズムに乗せて、ホットでクールなライブで決める。さあ、対戦するのはこの2人、弁護士なるほど龍一、そして検事光礼二。これは最初から注目のカードです。2人はこれまで何度も何度も法廷で泥仕合を演じてきたライバルです。なるほどくん、頑張って。りっちゃん、おばちゃんがついてるからね。そういう意味ではない。さあ、一体どんな戦いを見せてくれるのか。ラップ裁判、チェックだ。大丈夫かな。ヨーヨー、弁護側準備整いましたよ。検察側準備完了だ。え、ラップだよね。証拠はひとまずこの程度、全然自信はないけれど、口から出るのはいつでも弱ね。バカとは言ってみたけどね、本当は何も根拠はないのね。それでも聞きたい、裁判長の裁きに託す DISTINY。 イエーイ。くだらん、ラップやれと言われ困る。それを私甘く見すぎ、弁護側の主張潰し、追い求めし一つの真相、誰か救う人を助く、なるほどの主張、ただの理想、ただの小僧、見失う真相、この世界にヒーローなんて存在しない。そんなこと言わないで、みっちー、私のヒーロー。なんだこれは、背中に走る寒気感じ、逃げ場探し戸惑う、たとえ誰がどんな汚い手を使おうとも、必ず真実は顔を出す。イエーイ、カメラン、あ、あ、やはり、あ、びっくりだきりあり、オリハベリー、あーい、意義あり、意義なし、カメあり、カメなし、あーい、びっくりだきり、イメソキャリー、ブー、なるほど、龍一、あ、ここにあり。勝者、マルホド龍一。勝負ありました。これは大番狂わせ。ラップ裁判を制したのはなるほど弁護士です。ちょっと、どういうこと。確実にみっちゃんとおばちゃんのペアの勝ちでしょうが。勝手にペアにしないでいただきたい。護道健二、私はこんなオリンピックの勝敗などに興味はないが、せめて採点基準だけでも明らかにするべきではないのか。その必要はない。言ったろ、俺がルールだってな。そんな認めない、おばちゃん絶対に認めない。ちょっとあんた、やり直しよ、やり直し、やり直しなさい、早くやり直して、さっきのやり直しちゃうの。ちょっと、りっちゃん、おばちゃんすぐに戻ってくるからね。ああ、お見苦しい部分がありましたこと、深くお詫び申し上げます。それでは次の競技に参ります。次の競技はこちら。出ました、第2種目ダンス裁判。それぞれの人に合わせて踊っていただきます。華麗なステップといなたいスイングが見もの。さあ、出場する選手はこちら、マルデア・バレン冒険児。なんとこちらの選手はまだ無名のようですね。あ、世界には星の数ほど司法選手がいますから、ここで名を挙げたいところ。さあ、対する相手選手はこちら。あ、おっと、なんと今しがたラップ裁判を終えたばかりのなるほど弁護士です。また、はい、はい、
頑張ってきてね。ちょっとなるほど弁護士、肩で息をしていますが大丈夫でしょうか。大丈夫です。まあ大丈夫じゃなくても始めちゃいます。踊っていただいちゃいます。レッツダンシング。だけダンスの基本はステップ。もつれそうなりわしを完璧に使いこなしてこそのダンス。己が体を支配できる者に大抵の駆け引きは支配できぬ。見えよどの力強い足さばきを。そこに惹かれろ、憧れろ。いきなりダンスとはテクニックを見せびらかすものではありません。そう、ダンスとは祈りなんです。祈り。遥か昔から人間は神に祈るための儀式としてダンスを踊っていたんです。うわぁ、おっと、まるでアケンジのパワフルな動きに対し、なるほど弁護士、まるでシャーマンのような怪しい動きで対抗。さあ、一体どちらに軍配が上がるのか。おっと、もう決着がついてしまったのでしょうか。あ、はい、わかりました。皆様、ここからは全員参加です。それぞれ2人1組のペアになって踊っていただきます。ペアってそんなこと聞いてませんよ。私がやる。なんか面白そう。おばちゃんもやる。なんか楽しそう。ヨコちゃん、ヨコちゃん、俺たちも踊ろうぜ。いや、ちょっとあなた方参加者でも何でもないでしょう。それにあなた方抗議団体の方ですよ。構わねえ、全員まとめて踊っちまいな。その方が面白そうだ。やったー、面白そう。実行委員長から面白そうをいただきました。確かに面白そうに勝る理由はありませんもんね。こうなったら僕もトゥルース君と一緒に踊っちゃいますよ。さあ皆さん、ここから前半の見せ場を作る場所ですよ。なんて前半の見せ場を作りましょう。レッツダンシング。勝者、まるほど龍一。決まりました。何がどうなってそうなったのかは分かりませんが、とにかくなるほど弁護士の勝利です。やった、また勝った。おい、どういうことだ。どうして今のこいつの勝ちなんだ。まあ、落ち着きなさい、落ち着きなさい。ミスターゴド、選手から苦情が出るのも当たり前です。さっきのラップ裁判といい、今のダンスといい、聞いていた種目と全然違うじゃん。何度も言わせるな。このオリンピック俺がルールだな、クローマックジュニア。あ、はい。というわけだ、反対尋問は受け付けねえ。ふざけるな。落ち着いてください。今騒ぎ起こすのはまずいです。バレンボー様、本当に乱暴な人だな。そう、かわいい人だよ。かわいい、うん、あの人腕にかわいい絵が描いてあったの。ここで一回休憩だ。コーヒーが冷めちまった。理事長、本当に勝手な人だわね。さあ、熱戦はまだ始まったばかり。世界が見守るこの10日間をどうぞお見逃しなく。レッツオリンピック。
糸のこぎり刑事証言中、カルマ検事に鞭打たれ失神、集中治療室緊急搬送、手術中減給処分決定。さよりにはさぞ良い作用があると言っていたさよ子がさよならと囁いたので、これで本当にさよならですね。やったこの大会。てか何マラソン裁判って。頑張っていこう。あとちょっとだよ。待ってよ、あとちょっとってあとまだ5日も残ってるんだよ。そうは言ってもさすがっす。あ、糸の子さん。あんたちゃっかり上位に残ってるっすよ。嘘。あ、本当だ。なるほど君今8位だよ。嘘だろ、どんな採点基準なんだよ。確かにな。三つ木、やはり司法連盟が何か企んでいることは確かだ。企んでいる？三つ木、そういうお前も何か企んでるんじゃないか。人聞きの悪いことを言うな。私はただ世界司法連盟の黒い噂について調査しているだけだ。黒い噂？聞いたことないっすか。もはや都市伝説みたいな話っすが、実は世の中で起こる大きな犯罪はそれを取り締まる側の司法連盟が裏で関与してるって話っす。本当に？この司法連盟の施設は普段の関係者以外の立ち入りは固く禁じられているからな。オリンピック期間中は潜入捜査の絶好のチャンスなのだ。でもただの噂だろ。いや、伝説か。そうとも言い切れない。このオリンピックは世間の黒い噂を払拭するために開催されたと考えられる。優勝者に理事の椅子を与えるのもクリーンなイメージをアピールするためだ。で、三つ木検事はその理事長の椅子を狙ってるってわけっすな。おい刑事、今の私の話少しでも聞いていたのか。いや、だって三つ木検事が理事長になれば全部丸く収まるじゃないですか。貴様言及だな。なあ！なるほど龍一、私はこれで失礼する。自分もこれで失礼するっす。ミツル検事待ってくださいっす。やれやれ、こんな時に真面目なやつ。まあ、私は世界の遊園地に行ければあとは何がどうなっても構わないけどね。なんかそんな言い方されると僕たちものすごくダメなやつっぽいよな。え？ん？何？あ、もしかしてなるほどくん今日誕生日なの？え、ハッピーバースデー。違うよ、迷いちゃん。あー、すいません。誰かの明かりつけてもらってもいいですか。さあ、司法オリンピックもいよいよ佳境、6日目を迎えました。本日の競技は一体何でしょうか。意義あり。あの、すいません、何にも見えてないんですけど。当たり前でしょう。うわ、暗闇裁判なんだから。え、でも大丈夫、おばちゃん特製の超スーパー暗視カメラでちゃんと見えてるから。は、それって一体何の意味があるんですか。はい、次の競技に移ります。おい、レッツオリンピック。なになに、全員なるほど裁判って何、もはや恐怖なんですけど。うわ、意義あり。は、意義あり。うわ、意義あり。これは一体何の意味があるんだ。意義あり、意義あり、怖い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 。意義なし。さあ、10日間に及ぶ熱戦もついに本日が最終日となりました。ではここで現時点での順位を確認しておきましょう。3位、なるほど龍一。2位、カルマメイ。
まるでやバレンボー。うわー、すげえな。なるほど、お前3位じゃねえかよ。いや、だから何がどうしたら僕が3位なのか誰か教えてほしいんですけど。そんなのどうでもいいじゃない。あと少しで世界遊園地ツアーだよ。本気出していこう。なるほどくん、ちょっとどうしてみっちゃんが1位じゃないのよ。おばちゃんの中ではぶっちぎりで1位なのに。おばちゃん、おばちゃん、おばちゃん、なに、ずっと下見て、ずっと下。え、37位みっちゃんがそんな中途半端な順位なわけないでしょ。みっちゃん安心して、おばちゃんが訴えてあげるから。ちょっとどきなさいよ、あんた。どきなさいよ、あんたが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 。どきなさいよ、みっちゃん。おばちゃんが必ず1位にしてあげるからね。またまた大変お見苦しい場面、大変失礼いたしました。では気を取り直して最終種目に参りましょう。泣いても笑ってもこれが最後。最終種目はカチカチ山。お、皆さんはカチカチ山という昔話をご存知でしょうか。昔々、悪いタヌキさんにおばあさんを殺されてしまったおじいさん、その嘆きを聞いたウサギさんが復讐に立ち上がるという心温まるお話です。本当は心温まるんですよ、はい。さあ、選手のお二人には VR 装置をつけていただき、ウサギさん、そしてタヌキさんとして戦っていただきます。ウサギさんはなるほど弁護士、そしてタヌキさんは私が相手よ。なるほど龍一、カルマメイ、ライバルとして敵に塩を送ってあげるわ。無知の傷にすり込んでね。しみるな。おっと、雷ですか。最終決戦を前にお空のボルテージも上がってきてるようです。それでは行きましょう。最終種目、カチカチ山裁判開廷。レッツオリンピック。おお、いいですか。極悪非道なタヌキさんはおじいさんとおばあさんに散々いたずらをして困らせていたんです。ゲゲヤリ、いたずらぐらい可愛いものじゃない。それぐらい笑って見逃すべきだわ。いやいやいや、最終的にタヌキさんはおばあさんを煮込んでおばあさん汁を作っておじいさんに飲ませたんです。え、おばあさん汁。これはまさに極悪非道な犯罪です。ちょっと待って、それどこに載ってたの。あの、ネットで昔あらすじを調べたら書いてあったんでびっくりしました。嘘でしょ、アメリカのウィキペディアに載ってなかったわ。さすがにこれは笑って済ませるには無理がありますよ。イギアリー、確かにそれは良くなかったかもしれないけど、ウサギさんだってカチ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 タヌキさんの背中を大炎上させて、その背中にスリ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 悲しみ層をすり込んで、挙句の果てに泥で作った船に乗せて沈めたのよ。これはまさにオーバーキルよ。オーバーキル、あ、目には目を、おばあさんっていうには、あ、オーバーキルでしょ。そこまで。え、返してください、返してください。それではカチカチ山裁判結果発表。勝者ウサギ改めなるほど龍一弁護士。カチカチ山裁判はなるほど弁護士に軍配が上がりました。ということは最終結果は3位カルマメイ、2位マルデアバレボー、そして栄えある1位に輝いたのは出ました、なるほど龍一弁護士です。最後の最後、逆転の逆転により、なるほど龍一弁護士が第1回地方オリンピックのゴールドメダリストに輝きました。レッツオリンピック。おー、なるほど、やったー、なるほどくん。ナイスナイス。長い長い戦いでした。時にはくじけそうになったこともあったでしょう。そして時には一体何のために戦ってるのか自分に問うたこともあったでしょう。しかし全てはこの瞬間のためだった。優勝はなるほど龍一弁護士、今自らの手によってゴールドメダルをかけました。なるほどものすごいフラッシュ、フラッシュの雨あられです。おっと、
外では本当の雨が降り注いでいる模様です。チャンピオン、メダルを噛んでもらえますか。なんか照れるな。お願いします。じゃあ失礼して。ん、あれ、なんだこれ。はい。え、すいません、なんて言ったんですか。どういうことですか、あなたは一体。待ちなさい。え、陽子ちゃん。それをこちらに渡しなさい。私は本気です。おとなしく渡さないと。なんだてめえか。皆さん落ち着いて、落ち着いてください。助かるよ。お待ちください、すぐに予備電源が作動いたしますから。もう、なんだよ、もうびっくりしたぜ。みんな動いちゃダメっす。死んでるっす。死んでる。これは誰がやったっすか。一体誰が。私です。私がやりました。まさか答えがあるとは思わなかったっす。陽子ちゃん、嘘だー。どういうことだ。とにかく報道関係の皆様方は全員すぐにこの競技場から出て行っていただきたい。どうしてですか。何か隠すつもりですか。隠すことなんて何もありません。もしかして今回の事件、例の黒い噂と関係があるんじゃないですか。なあ、なあ、バカなことを言わないでください。我々世界司法連盟は潔白です。じゃあそれを証明するためにも我々の目の前で犯人に裁きを下すべきじゃないですか。正々堂々とね。もう無茶を言わないでください。今はそれどころではないのです。いいですとも。理事長、やってやろうじゃありませんか。司法オリンピックは全世界に生中継されています。ならばいっそのこと全世界の視聴者に証人になってもらっちゃえって話ですよ。証人、つまり今この場で裁判を開いちゃえって話です。おー、理事長、何のバカなことをおっしゃるんですか。理事長、弁護は、そうだ、あの金メダリストにやってもらいましょう。なんたって世界一なんだし。いやいやいや、ちょっとお待ちください。理事長、何をおっしゃるんですか。理事長、お待ちください。どうして僕が。お前しかいねえよ、大事な陽子ちゃんの弁護なんだからな。みんな見てただろ、さっきのあの状況。あ、犯行が可能だったのは彼女一人しかいなかったよ。そんなことねえよ、お前。世界中にどれだけの人間が暮らしてるか知ってんのか。66億。そんなにいんの。そんなことより、えいいじゃないよ、彼女は僕にナイフを突きつけて脅したんだぞ。むしろ僕が被害者じゃないか。おい、なるほど。人間は誰でも喉元にナイフ突きつけられて生きてんだ。そんなことはどうだっていいだろ。それに弁護を断ったら金メダル取られちゃうんでしょ。世界遊園地ツアーはどうなるの。ちょっと待ってよ、それとこれとは話が別でしょ。同じようなもんでしょ。あ、違いますから。一緒です。あよあよあよよよよよよ。はぁ、何やってんだお前ら。わちゃ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 しやがって。なんだよよよって。でお前一回踏みそうになってるからな。あ、ごめんごめん。ただでさえこの長いが打点が高い、足なくなっちゃうから。びっくりしちゃうから。そんなことしてる場合じゃないの。陽子ちゃんのところに行かなきゃいけないの。早く行けよな。陽子ちゃん、同志やはりが来たからにはもう大丈夫。同志、なるほども連れてきたから安心してな。ありがとう。でもやったのは私です。だから弁護なんて必要ありません。嘘だ。陽子ちゃんは人殺しなんてしてねえ。そりゃあたまにナイフ投げるけど、いつだって耳元2センチミリも外さねえ。そんくらい優しい子じゃねえか。結構ギリギリだな。失礼します。陽子さん、あのナイフはシンボルじゃなかったんですか。折れない心の。
人を傷つけることは決してないと言っていたはずです。それなのになぜ。私はそう信じてました。私は、だけどごめんなさい。陽子ちゃん、やっぱり陽子さんが犯人なのかな。わからない。え？でも実は一つ引っかかってることがあるんだ。なんだよその引っかかってることって。さあ世紀の大裁判が始まります。実況は引き続き私ヨークシャーベルジャン。しかしこう言っては不謹慎ですが、私ドキドキワクワクしております。つい先ほど目の前で起きた殺人事件のその裁判がこうして全世界に生中継されるわけですから。それにまさにここは事件現場、現場がそのまま法廷となります。一体ここにどんな証拠品が眠っているのか、そして憎き真犯人が裁かれるその瞬間をどうぞお見逃しなく。レッツ裁判。これより被告人不可思議陽子さんの裁判を開廷します。裁判長はこの僕理事長ことジャック・クローマックが務めさせていただきます。弁護士は金メダリストのなるほど龍一さんです。頼んだぞ。対する検察側は、大丈夫だなあんた、落ち着いて。銅メダリストのカルマ・メイケンジです。また。なるほど龍一、背中を焼かれたタヌキさんの恨み今度こそ晴らさせてもらうわ。カチカチ山のケアもういいだろう。やけどの傷にからし味噌よ。沈みゆく泥船に乗せられたタヌキさんの絶望があなたに分かるの。なるほど龍一。なるほど死んじゃう。カルマケンジ、裁判を進めてください。さあヒゲ、事件の詳細について証言なさい。了解さ。あんたも大丈夫なの、さっさとしなさいよ。被害者の名はマルデア・バレンボー38歳、メキシコ出身の検事らしいっす。ただ全世界の法廷記録にその名前がまだ見つかっていないとか。名前がない。でもオリンピックに参加していたということは検事の資格を持っていたわけですよね。ああそのはずっすが、万が一のため身分証明書を調査中っす。偽造の疑いがあるようで。偽造？はあ、そういえば腕には怪しいライオンの入れ墨もあって、なんとなく怪しいやつっす。っ余計な情報はいらないわ。事件についてのみ証言しなさい。了解っす。凶器はこのナイフ、柄の部分にはウサギの彫刻があって特注品と聞いてるっす。特注品。被告人不可思議陽子が言うにはお母さんの形見だそうで、世界で一本しかない特別なナイフだそうっす。世界に一本、よく覚えておくことね。死因は体内での出血多量、ただし即死ではなかったみたいっす。え、どういうことですか。自分もよくわからんですが、鑑識の報告には。そこまでで結構よ。続いてこちらが事件の瞬間を捉えた映像よ。あれ、なんだこれ。おい。え、すいません、なんて言ったんですか。どういうことですか、あなたは一体。待ちなさい。陽子さん、それをこちらに渡しなさい。私は本気です。おとなしく渡さないと。ご覧の通り結論は明らかね。被害者を殺害した犯人は不可思議陽子以上よ。おっと、先制攻撃としてはこれは大打撃です。まさにご覧の通り決定的な証拠が突きつけられました。弁護側反論はありますか。いいえ、ありません。え、陽子ちゃん、私がやりました。だから早く判決をお願いします。陽子さん、被告人が犯行を認めました。開廷からわずか数分、ゴールドメダリストも所詮こんなものなのか。なるほど龍一、泥船が沈みゆく絶望、少しはあなたにも理解できたかしら。待った、待ってください。あります、反論あります。ね、なるほどくん。え、
被害者と陽子さんには接点がありません。つまり殺害する動機がない。異議あり。え、今の映像もう一度巻き戻しして。この状況を見れば一目瞭然でしょ。被害者は明らかにあなたをかばってナイフで刺されている。つまり彼は巻き込まれただけ。動機なんて関係ないわ。そういえばこの時あなたは何か手にしていましたね。え、被告人はそれを渡せと言ってナイフを向けた。あれは何だったんですか。わかりません。金メダルをかじったら中から出てきたんです。金メダルの中に。それは今どこにあるの。事件と何か関係があるかもしれません。すぐに提出してください。それは早く出してんのよ。何もじもじしてんのよ。早く出しなさい。その前に裁判長。はい。実は一つ気になっていることがあるんです。何ですか。この映像もう一度巻き戻してもいいですか。はい。あれ、なんだこれ。ご覧の通り、金メダルの中には小さなチップが隠されていました。チップ。はい。すると被害者は僕の後ろに寄ってきたんです。おい。この時被害者は僕の耳元で何か囁きました。囁いた。なんてですか。それがうめくような声でよく聞こえなくて、だから聞き直したんです。すいません、なんて言ったんですか。死にたくなければそいつをよこせ。本当に被害者がそんなこと言ったんですか。はい。この被害者マルデア・バレンボーさんは一見僕をかばったように見えます。でもそうじゃなかった。彼を僕からチップを奪おうとしていたんです。なんてこと。だから僕はあなたの弁護を引き受けたんです。この事件にはまだ僕たちには見えていない秘密がある。いいぞ。なるほど。異議あり。そんなのただの空耳をなるほど。龍一。おーおー、どんな空耳だ。言ってみろ。死にたくなければでしょ。死にたくなければ見たくなければとか。見たくなければ。あんたお前見たくないのか。優しい目。うるさいわね。そんなことどうでもいいのよ。だったらまずそのチップを出しなさい。話はそれからよ。そうです。弁護人は今すぐ提出してください。それはあの…早くしなさいよ。出しなさい。食べちゃいました。へぇ。裁判長。はい。この映像もう一度続きから再生してもいいですか。はい、どうぞ。なんだ。すいません。お願いします。なんなの一体。すいません。見てられないわ。死にたくなければそいつをよこせ。待ちなさい。陽子さん。それをこちらに渡しなさい。待った。ここからスローモーションで。おっと、なるほど。弁護士の手から謎のチップが天高く舞い上がった。そしてその謎のチップが綺麗な弧を描き、まさか、なるほど、弁護士の口の中に入った。お前何やってんじゃ。なるほど。だって口の中に入ってきたから思わず。思わずじゃねえだろお前は。もう早く出したんだろ。お前これ出て。いやいや、無茶言うなよ。だったらこれで審理はおしまいね。被害者が本当にあなたを脅したか証明できるものは何もない。そして奪おうとしたとかいう謎のチップも存在していない。全ての手がかりは出尽くしたわ。これ以上は無意味よ。なるほど、弁護士、思わず天を見上げた。もう少しで、もう少しで何か出そうなのに。はじゃあ洗面器持ってこよっか。え、洗面器。それとも、おまるの方がいい。出るってそっちじゃないよ、迷いちゃん。もう少しで何か手がかりがありそうなんです。すぐ目の前に何してんの。手がかりがありそうなんだ。素敵持って。ナイスショー。何やってんだ。さあ裁判長、今こそ判決を。それでは判決を言い渡します。被告人不可思議陽子は異議あり。何ですか弁護人。ありました。被告人が犯人ではないという証拠が。バカな、そんなものあるはずがないわ。もう一度さっきの映像を再生してください。はい。なんだ
はい、ここを大きく映してください。被害者のマントのあたりを。あれは？ん？隙間から何か覗いてるよ。あれって、ウサギさん？うわ、これ、ヨーコちゃんのナイフじゃねえか。なんですって？間違いありません。この時、ヨーコさんはまだナイフを握っています。それなのに被害者にはナイフが刺さっている。つまり、被害者はヨーコさんがナイフを投げる前に、すでに刺されていた可能性がある。なんということでしょう。これはとんでもない真実が飛び出してきた。異議あり。何を言い出すのよ。皆さん、被害者は平気な顔をして立っているじゃない。刺されたのを必死に耐えていたのかもしれません。ナイフを抜かなければ外部への出血を抑えることができる。しかし、体内への出血はやがて致命的なダメージとなり亡くなったんです。被害者は即死ではなかった。鑑識の結果とも一致するっつ。異議あり。問題は被害者がいつ刺されたかではないわ。誰が被害者を刺したかよ。刑事の報告の通り、凶器のナイフは世界にたった一本しかない特注品。つまり被告人深重陽子が犯人であることに変わりはない。さすがはアメリカが誇る天才検事カルマン・メイヒン。急所にぐさりと一本、納得の切り返しであります。なるほどくん、くださいよ。せめきはいらない。一瞬これはと思ったんですけど、弁護人もう何かありませんか。何かあるはずなんだ。あれ、なるほど弁護士、またしても手を見上げた。今度こそ万事休すか。さあ裁判長、今度こそ判決を。はい、それでは判決を言い渡します。被告人深重陽子は。待った、どうやら今度こそ見つかったみたいです。決定的な矛盾が。矛盾、そんなものどこにあるの。なるほど龍一、それはあそこにあります。僕たちの目の前に。看板、理事長、今すぐあれを下ろしてください。はい。おい、今すぐ看板を下ろすのはあなたよ。なるほど龍一、弁護士という名の看板をね。なるほどくん、甘いこと言われてるよ。凶器のナイフは世界にたった一本しかない特注品ということです。しかし、あれをご覧ください。わあ、これ、陽子ちゃんのナイフじゃねえか。バカな、同じナイフがもう一本。なんということでしょうか。世界に一本しかないはずの凶器が日本に増えました。これは何の手品だ。陽子さん、僕には全てわかりました。これが本物のあなたのナイフだったんですね。それはどういうことですか弁護人、説明を。それでは事件を再現してみましょう。表彰式が始まった時、被害者の体にはすでにナイフが刺さっていたんです。この一本目のナイフがね。異議あり。そんなナイフ、あの場で見た人間は誰もいないわ。ずっとマントで隠していたんです。銀メダリストとして表彰式に出るために。でもどうしてそんな無理をしたの。世界遊園地ツアーがもらえるの銀メダルだけだよね。狙いはチップだよ。チップ、彼は知っていたんです。金メダルの中にチップが隠されているということを。そして何としてもそれを手に入れなければならなかった。たとえナイフで刺されて瀕死の状態であっても。そんな、おい、死にたくなければそいつをよこせ。待ちなさい、こちらに渡しなさい。この直後、すでに致命傷を負っていた被害者がとうとう力尽きます。そして次に何が起きたか。そう、停電です。陽子さん、あなたはその瞬間を利用して手にしていたナイフを投げた。頭上のあの看板めがけて。それがこの2本目のナイフです。そして会場の照明が戻り、事件は完成した。そんなバカな。しかし
被告人はなぜそんなことをしたんですか。考えられる理由は一つ。あの停電の瞬間、陽子さんは見たんです。バレンボーさんのマントの隙間に刺さったナイフを。そして次の瞬間悟った。誰が被害者を刺したのか。誰よ。それって誰よ。なるほど。それは陽子さんにしかわからない。だけど彼女はとっさに自分がナイフを投げることで被害者を刺したのは自分だと思わせようとした。つまり陽子さんは真犯人をかばっているのです。意義あり。そんなのただの思いつきよ。却下します。思いつきだとしても無視はできない。理事長、ここは一旦休廷にして双方にさらなる調査をする余裕を与えるという。待って、そんな必要は。おいおい、そんなロブスターみてえに赤くなっちまったら可愛い顔が台無しだぜ。うるさい。コーヒーが冷めちまった。クローマックジュニア。はい。ブレイクとしようぜ。これより休廷とします。再開は2時間後。いいですね。やったー、助かった。よーし、手がしたぞ。んだろうな。失礼しました。あまりの展開に私ポカンとしておりました。裁判は一旦休廷となりましたが、中継は続けてまいります。 CM の後はトゥルース君による前半のハイライトをお送りします。トゥルース君いないの？あ、じゃあ視聴者の皆様に判決の予想をしていただきましょう。レッツ決定。ラビッツ代表、深重ゆかりだな。あなたは隠し持ってるデータを渡してもらおうか。うらぁ、うらぁ、うらぁ、あいつ、うらぁ、やめて、やめなさい。これか。返して。くっ、貴様。これは正義を貫くために大事なものよ。絶対に渡さない。何が正義だ。解消しろ。母は抗議団体ラビッツの創始者でした。あの日、母は不正の証拠を入手し、世間に公表する準備を進めていました。しかし、それに気づいた司法連盟は証拠を奪い、母を殺したんです。その時、私たちは怖くてクローゼットの中で震えていました。私たち、他に誰かいたんですか？弟です。陽子ちゃん、弟いたのかよ。じゃあもしかしてそのナイフは。15年前、あの事件の後、私と弟は別々の施設に引き取られました。その時、母の無念を忘れないように2人で分け合ったんです。母の死は闇に葬り去られ、今も未解決のままです。ひどいよ。自分に当たられても困るっすよ。もう司法連盟と闇の組織とのつながりは15年前からあったということか。となると先代の理事長キングクローマックの時代っすね。クローマック一族か。私は母の意思を継いで抗議団体ラビッツを続けることにしました。あのナイフを折れない心のシンボルとして。それで弟さんは。わかりません。別れた日から一度も連絡をくれたことはありませんでしたから。今日までは。今日まではってことは。はい、今日表彰式の直前突然メールが来たんです。15年ぶりに。弟ちゃんから。そのメール見せてもらってもいいですか。
金メダルにチップ、ウサギ狩りの真実はその中に。チップ？じゃあ、あの時、なるほど君にナイフを向けたのは。ごめんなさい。あの時、金メダルから本当にチップが出てきて、私、頭が真っ白になって、なんとかして奪わなきゃって。だから、ごめんなさい。陽子ちゃんが謝ることねえって。それ僕のセリフだろう。だが、そのメールが本当に弟さんからのかどうかは分からない。確かにっす。もしかするとそのナイフだって弟さんから誰かの手に渡ったっていう可能性だってあるっす。ウサギ狩り。え？母が殺された事件を私と弟はそう呼び合っていました。他の誰も知らない二人だけの秘密でした。それを知ってるってことはやっぱり弟さん。さあ、司法オリンピック表彰式殺人事件、その裁判の生中継をここ世界司法連盟本部より全世界に向けてお送りしております。ではここで全世界の皆様による判決予想の集計結果を見てみましょう。有罪、無罪、さあ一体どっちだ、どっちなんだ。おおっと、有罪予想が圧倒的多数となっております。これはもう決まるでしょうか。休廷後も引き続きお楽しみください。くそ、勝手な予想しやがって。このままでは視聴者のご機嫌を取って有罪なんてことになりかねんな。そんな、いい加減な。よし、じゃあこっちは弟ちゃんの話で視聴者泣かしてご機嫌取るしかねえな。一旦視聴者のご機嫌から離れよう。それに弟がいると主張しても実際に法廷に呼べなければカルマ命に罵倒され鞭で打たれておしまいだろう。15年間行方不明だもんな、簡単に見つかるはずがないよ。ああ、オリンピックの看板に刺さってねえかな、弟ちゃん。あんた、すがすがしいほどむちゃくちゃっすね。とにかく、真実を明らかにするためには、そのチップが必要ということだな。私の迷いチップ、お見舞いしてあげて。違う。そんなことしなくても大丈夫っす。実はさっき、医務室でもらってきたっす。何ですか、それ。腹の中のものを全部ぶちまける魔法の薬っす。よし、レッツパーティーだね、なるほどくん。ああ、わかったよ。ったく、行ってくるよ。パーティー、しっかり出してくるっすよ。陽子さん、大丈夫ですから。なるほどくんがきっとなんとかしてくれますから。チップも、その他のことも全部。ありがとう。でも、私はどうなっても構わないんです。え、どうかどうか小次郎を助けてください。小次郎さん、それが弟さんの名前ですか。あの子別れ際に言ったんです、どんなことをしても母さんの敵を取ってやるって。私、あの子を守りたいです。陽子さん、やれやれ、これしかないか、なるほど、龍一。え、カルマケンジ。なるほど、龍一。ちょっと、ごめん、僕今急いでるから。え、さっきの法廷、お見事だったわ。ああ、だってさすがにおばあさんじりはないだ。そっちじゃないわよ。どっちでもいいよ、僕ちょっと今やぼよがあって。何やぼよって。何よこの薬。あ、ちょっとこの薬まさか。なるほど、リュウイチ。下列、愚列、不潔、不拉致。え、何。楽しみのところごめんね。ん、よいしょ。何してんの、離して。カルマケンジ、いた、あれだ、ここだよ。出た、ちびっこパンチ。なるほど、リュウチ。危ねえ、危ねえ。よし、そいつはこん時足長っ。
折りたたんでやる。お前が寝てどうする。寝てないよ。さっさと運べ。そうか、運ばなきゃ。なんだこれ。レッツラゴー。なるほど、龍一。どこだ、なるほど。ダルマケンジ。ギザギザ頭の青いスーツをした男を見なかった。なるほど、君知らない。見ていないのか。笑ってるってことは知ってるんだ。こっちは聞いてるのか。ダルマケンジ。なるほど、知ってる人を言います。どこだ、なるほど。なるほど。なるほど、知らないか。知らないよね。なるほど、知らないか。誰か。なるほど、なるほど。ダルマケンジ。なるほど、龍一は一体どこに行ったのだ。あ、携帯電話だ。かけたんだけど繋がらなくて。あと30分で裁判再開しちまうっていうのに、あいつどこで踏ん張ってんだよ。カルマケンジも見当たらねっす。なんだと。そんな、一体何があったの。わからねっす。とにかく理事長に事情を説明して審理の再開を待ってもらうしかあるまい。うわ、ちょっと待て。そんなことしたら連中、視聴者のご機嫌取ってさっさと陽子ちゃん有罪にしちまうんじゃなかったか。そうだった。あいつらのことだ、証拠だって何だってでっち上げてくるに決まってんだよ。よし、こうなったらこっちもでっち上げてやりましょうよ。ん？でっち上げるって何をすか？なるほどくん？ん？いや、意味がわかんねえす。だから、誰かをなるほどくんにでっち上げちゃうの。いや、そんなことできるわけねえす。はい、どー！話は全部聞かせてもらったよ。出たい。出ろよ。出れない。出れるよ。出れないよ。ちょっとあんたたち、早く手伝いなさいよ。早く。やめろ、やめろ。せーので手伝い。せーの。早い、早い。うるせーの。早いよ。せーの。手伝いいらなかったよ。おい。話は全部聞かせてもらったよ。おばちゃん、いつからそこに？おばちゃんはね、みっちゃんの行くとこならどこまでも追っかけて、おはようからお休みまで食い入るように見守ってんの。なんて言えるわけないでしょ。見事に一息で生きたす。黙れ、チェーンソー。もしかして自分のことなら糸のこぎりっす。なんだいみっちゃん、釣れないじゃないの。なんか困ったことがあったらいつだっておばちゃんに相談すればいいんだよ。近い痛い。あのさ、俺たち今忙しいわけ。見守るんだったらさっさとあの箱に戻ってくんない。いいのかい、うん、せっかくおばちゃんがあんたたちのお悩みを解決してやろうと思ったのにね。解決すと、あの青いギザギザ男をでっち上げるんだろ。どうしてそれを。だからさっきからずっとそこに隠れてみっちゃんを凝視してたって言ってんだろ。怖い怖い怖い。みっちゃんを待たせ。はい、ドーン。あ、なんだこの大量のなるほどセットは。あ、もしかしてあの全員なるほど裁判の。あ、そうか、これを切ればあの弁護士でっち上げられるっつ。おお。で、一体誰がそれを切るというの。待て待て待て、私は絶対に切んぞ。お願いします、三剣健二。さあさあ、みっちゃん、おばちゃん着替え、手伝っちゃうよ。みっちゃん、上からそれとも。誰かいないか。みっちゃん照れちゃって可愛いんだから。ちょっと、肝心の衣装っす。糸の子さん、私たち、なるほどくんたちを探します。頼んだっす。よし、じゃあそうと決まればまずこの部屋からだ。どこだ、なるほど。ここが、この野郎。ちょっとやっぱりさ、さすがにそこはないでしょ。まあでもあいつ割と神出鬼没なとこあんじゃん。おばちゃんだって箱の中に入ってる時代だぜ。うん、ここもいねえか、うん、ってなると残されたのはここか、なるほど。くさい、もう妖精さん探してるんじゃないのかな。あいつでも割と妖精さんみたいなとこあるじゃん。じゃあこんなとこにでも詰まってるって言うんですか。さすがにそこはないんだ。助けてください。え、今なんか聞こえました。妖精さんの声が聞こえたよね。誰か助けてください。なるほどくん、なるほどくん。迷いちゃん、迷いちゃん、なるほど。迷いちゃん、なるほど。迷いちゃん、なるほどくん、どこにいるの。ここだよ、迷いちゃん。なるほど。迷いちゃん、なるほど。迷いちゃん、なぜ俺は無事なんだよ。なるほど。
ほら、吐けよ吐けよくっのーここにいこ、この野郎ほらなおめえが早く吐かねえから、ネミールが犠牲になっちまったじゃねえかよさっさと吐け知らない、僕は何も知らない吐くのはチップだ、この野郎おい、ネミール寝てんのかよ、これ飲ませんぞ。おい、もしかして自白剤か。僕からは何も出ないぞ。だから出すのはチップだっつんだろ。吐かねえなら出せ。なるほどな、ちょっといいとこ見てみて。なんで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 噛んで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 飲んで、ごちそうさまや。まあこれでそのうちどこからか出てくるだろうぜ。見回りの時間だよ。だりな。いってらっしゃい。眠る。寝るなよ。分かってるよ。よし。よし。よし。いった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 。ふざまね。なるほど、龍一。なんで僕はこんな目に遭うんだよ。それはこっちのセリフよ。チップ入りのあなたはともかく、なんで私まで。チップ入りはやめてくれよ。こんなことならさっさと飲んだきゃよかったよ。大量に飲ませやがって。お腹ギュリギュリしてきた。ちょっと私のいる前で暴発させたら承知しないわよ。なるほど龍一、恐ろしいこと言うなよ。そもそもあの時君が僕を読み、いやシルシ君、安心して。少なくとも君たちの敵じゃないから。あなた何者なの、どうしてここに。あなた何者なの、どうしてここに。ちょっとヘマをしてこいつらに捕まっちゃってさ。でもこの隙に逃げられる。逃げるってどうやって。ドアには鍵がかかってるんだよ。ああ、ダメだ。くぐり抜けるには小さすぎる。あ、あそこからなら外へ抜けられる。本当に。ああ、ずっと調べてたからさ。この建物の見取り図は全部頭に入ってんだ。じゃあ、僕も連れてってくれよ。この後裁判が始まるんだ。ちょっと、なるほど龍一、私の鎖も外しなさい。え、早く。はいはい。それで、君はなんでここに捕まってるの。バレたんだ、この司法オリンピックに潜入してたのが。潜入？僕、こう見えて非常に優秀な弁護士でね、司法連盟と巨大犯罪組織のつながりを暴こうとしてたんだ。巨大犯罪組織？そんなのただの噂でしょ。だったらなんであんたたちはそんな目に遭ってるの。まさか本当に司法連盟が。都合の悪いことをもみ消すためだったら連中は手段を選ばない。だったらこっちだって、奴らの正体を暴くためだったら何だってやってやる。悪いけど時間がないんだ、僕は先に行く。ちょっと待ちなさいよ。何ぼーっとしてんの。なるほど龍一、早く外して。無理だって、その手錠鍵がかかってるし。だったらそのギザギザ頭でギコギコ蹴るとかすればいいでしょ。そんなこと無茶言わないでくださいよ。親方様。え、君も好きなの、大江戸親分親方様。うん、好き、毎週見てるよ。そっか、あんなマイナーな番組見てるの僕だけだと思ってた。成敗しちゃいます。取りちゃいました。残念だけどここでお別れだ。僕はウサギ狩りの決着をつけに行く。え、あ、ちょっと。全部が終わって僕が生きてたら必ず助けに来る。待って、もしかして君は。寝てないよ。寝てる？寝てる。よし、よし、よし。まずい、早く抜け出さないと。そうよ。さあ、お待たせいたしました。いよいよ審理再開の時間です。やばい、助けてください。ちょっと何大声出してんの、あいつが起きちゃうでしょ。だって裁判が。誰か助けてください。やけにならないで。なるほどくん、
よいちゃん嘘なるほどえここかななるほどなるほどくん迷いちゃんここここだよ迷いちゃんなるほどさあ長らくお待たせをいたしましたようやく準備が整った模様ですでは両者に早速入場していただきましょう弁護側なるほど龍一弁護士私がなるほど龍一です検察側カルマ・メイ・ケンジあ両者再び入場ですみんなはっきり見るあんた隠れてんじゃないよちゃんと見なさいよみんなら笑うなら声に出して笑うはっきり笑いなさいちゃんとちゃんと笑いなさいよあんたカルマメイカルマケンジ覚悟しておけみっちゃんカルマは完璧を持ってよしとするあたせたわねさあやっちゃうんだからあたせた何すんのよあんたねぎらいの黒天苦い一杯さこっからは俺が裁く何ですっていやいやちょっと待ってくださいつべこべ言ってねえでとっとと始めるぜあ坊やはいいいおばちゃんせっかく本物そっくりに準備してきたっていうのにあた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 何す最初に言ったろこの俺がルールだってなところで、あんた誰だよあ、私はあお僕はその検事弁護士のなるほど、レイジリュウイチに決まってるではないかそうす不器用にしか生きれねえ男嫌いじゃねえぜおっと審理再開して早々波乱の展開です検察側五度オリンピック実行委員長とバトンタッチこんなことがあっていいのかレッツ裁判理事長はい検察側弁護側は審理の再開にあたってこの裁判で最も重要といえるあのマイクロチップについて質問させていただきたい質問金メダルの中から出てきたチップあれは一体何なのかどうしてそれを僕に聞くんですか理事長であるあなたならばお答えできるはずだからです質問を却下しますあのマイクロチップについては我々司法連盟は一切関知をいたしませんいやそもそもそれを調べるのがあなた方の任務ではありませんかいいだろうだったらその任務とやらを全うしてやろうじゃねえかなんですって問題になっているマイクロチップについて重要な証人を召喚する入りなこの男はどういうつもりですかさて証人名前と職業だはい私はジュナン・マルットソン当司法連盟の役員をしています違うだろえあんたは大泥棒さ何しろ連盟本部からマイクロチップを盗み出した超本人だもんな何ですって待ってください事情があるんです娘を誘拐されて脅迫されたんだ娘と引き換えにチップを盗み出すようにと脅迫だと一体誰に司法関係者らしいのですが正体は分かりません接触はいつも仮想空間で行われてましたので仮想空間カチカチ山裁判で使ってたやつですその時のチャットログが映像として残ってるこの泥棒紳士を脅迫していた小悪魔ちゃんはこいつだこれはウサギっすかこの男が言われるがままマイクロチップを盗み出すと俺の縄張りであるオリンピック準備委員会室に逃げ込みある場所にそいつを隠したのさある場所金メダルの中だそしてこいつは隠し場所をメールでこのウサギに送ったのさチップは金メダルの中優勝して回収されたし優勝司法オリンピックのことっすかやつは自分のことを非常に優秀な弁護士と言ってたんですそれで、そのチップの中身は一体何なのだ
あのウサギが言うには、世界司法連盟と巨大犯罪組織のつながりを示す情報が収められているとか。何？なんと巨大犯罪組織です。視聴者の皆さん、やはり噂は本当だったのか。今すぐそのチップの中身を調べなければ。なあ、誰かさんがさっさと吐き出してくれりゃいいんだがな。ああ、全くだ。今朝は便秘だ。あの、いいでしょうか。私が思うに、あのウサギの脅迫者の正体は、そこにいる被告人、不可思議陽子ではないでしょうか。ほう、なぜそう思うんだ。被告人の抗議団体はラビッツ、そのシンボルであるナイフのウサギは有名です。そして彼女は我々世界司法連盟を目の敵にしている。異議あり。あ、いや、残念ながらそれは矛盾している。どういうことですか。たった今証言したばかりではないか。脅迫者は優秀な弁護士であったと。どひゃ。しかし被告人は弁護士の資格などを持ってはいない。え、ああ、オリンピックに参加できなければチップは手に入らない。つまり被告人は脅迫者ではないのだ。やっ、みっちゃんかっこいい。おばちゃん何言ってるんですか。なるほど、弁護士っすよ。ジュナソ、大丈夫っすか。異議なし。ん、つまり弁護士の資格があれば脅迫者の資格があるってことだよな。なんだと。脅迫者は弁護士。実は俺もその線で山を張っていたのさ。どういう意味だ。まあ落ち着きな。応じかけってやつはタイミングが重要なのさ。あんまり焦ると舌をやけどしちまうぜ。おうちかけ。本当に助かったよ。おい、やっぱダメだ、メイちゃんの鎖外れねえや。もうなんてこと。ちょっと待って。え、まさかこれはメイン会場の電源装置じゃねえか。これ棒のとこ蹴り飛ばしたらまた停電みたいなことになるぜ。いいわよ、みんな暗闇に包まれるがいい。ちょ寝てないよ。寝てる。寝てるよ。寝てる。よし、なんなんだこいつ。なるほど、龍一、私を置いて逃げてもいずれもう一人が戻ってくれば脱走がバレるでしょ。そうなったら私はどうなるのよ。確かに、どうしよう。だからそんな時はでっち上げたらいいじゃない。またもう一人のなるほどくんをね。ん、え、どこ行くの。はい、そこ行けるの。まゆちゃん、まゆちゃん、よいしょ、おいしょ、おいしょ、はあ、自由だね。はい、どーん。何やってんの。まさか、まゆちゃん、それって？はい、やっぱりさ、さっさと着替える。今から俺が主演だ。おっと、肩をもめ。あれ、これって確か、のんびりコーヒー飲んでんのよ。あったあったあった、マジで何すんのよあんた。俺は脅迫者を特定する手がかりを2つ掴んでいた。1つはさっきのメール、そしてもう1つはジュナン・マルトソンと脅迫者の間で交わされたバーチャルチャットログだ。そういうことか。どういうことですか。ログに残された言葉遣いや口癖、身振り手振りなどの身体的な癖や特徴を細かく分析すれば脅迫者を特定する重要な手がかりになる。なるほどっす。いや、しかしいくら特徴が分かったからってそれにぴったり合う人間を探し出すなんて不可能っすよ。手がかりはこいつが弁護士ってことだけなんすから。確かにそうだ。だがもし世界中の弁護士が一堂に集まったら不可能も可能になるかもしれねえぜ。なんだと。そのために俺は罠を仕組んだのさ。それはそれはでっけえやつをなあ。
世界中の弁護士が一堂に。そういうことか。何をみっちゃん、可愛く白目なんて向いちゃってさ。違う、まさか。つまりそれこそがこのオリンピックだったということか。ようやく気づいたようだな、俺の仕組んだ大仕掛けに。みっちゃん、どういうこと。最初からおかしいと思っていたのだ。このオリンピックの妙な競技の数々。競技っすか。ラップ裁判やダンス裁判から始まり、やれモデル歩きだ、壁ドンだ、カチカチ山だ、あれらはすべて我々選手からデータを集めるためのものだったのだ。なんだ。脅迫者は金メダルに隠されたチップを回収するために必ずオリンピックに参加する。だったらそいつに優勝させりゃいい。つまりこのオリンピックは司法の実力を競うものではなかった。世界中の弁護士を一堂に集め、脅迫者のデータに最も近いものを洗い出すための罠だったのだ。なんだ。最初に言ったはずだぜ、このオリンピック俺がルールだってな。なんと、全ての根底を覆す驚愕の事実です。10日間にわたって熱戦を繰り広げていたこの司法オリンピックは全てまやかしだったということでしょうか。お待ちください、お待ちください。全てはこの実行委員長のこの男が仕組んだことなのです。そのような目的があったなんて我々は一切知らされておりませんでした。いいえ、2番手スプリッチ長、僕は知っていました。何ですと。チップが盗まれた夜、理事長に進言したのさ。獲物を探し出すために競技を全て変更してくれってな。僕は護道さんにかけたんです。どんな手段を使っても悪と戦う我々司法連盟の覚悟を示すために。理事長、よく言ったぜ坊や。これで不届き者を引っ捕らえることができる。もうちょっと分かりやすく説明したさいよ。おばちゃん、さっきからさっぱり分かんないわよ。まだ分かんねえのかい。このオリンピックは司法連盟からチップを奪おうとした人間をあぶり出すために仕組んだ罠。え、つまりはこのオリンピックの優勝者、金メダリストこそが脅迫者ということになるのだ。そういうことだ。観念しな、なるほど龍一。いや、違う、これはその、なんというか、私ではないの。あなたが楽しみ。一体何が違うんでしょうか。何が、なんというか、濡れ衣だ。往生際が悪いぜ。このオリンピックでの全てのデータがあんたが犯人であることを示している。意義あり。なんということでしょうか。なるほど弁護士が2人、まるで分身の術だ。一体どちらが本物なんだ。いやいや、こっちですよ、わかるでしょ。剣、お前が僕の代わりに法廷で戦ってくれるなんてな。ありがとう、剣剣剣士。こっちだよ。ああ、おばちゃんのカメラ。礼を言われる筋合いはない。全ての闇を暴き、真実を解き明かす。それが剣士である私の使命というだけだ。どこ行くんだ。着替えに決まってるだろう。こんなふざけた格好でこれ以上神聖な法廷にいられるか。相変わらず素直じゃないな。のこのこ出てくるとはいい度胸だな、丸ほど龍一。え、あんな偽物まででっち上げたんだ。てっきり俺の罠に気づいて逃げ出したかと思ったぜ。なるほど弁護士、あなただったんですね。司法連盟を脅していた憎むべき脅迫者は。はあ、あんなだったのね。いやいやいや、僕がそんなことするわけないでしょ。ああ、その妙な動きと言い回し、脅迫者のデータとぴったり一致するぜ。いやいや、違いますよ。これは最近迷いちゃんがハマっている大江戸屋門親方様の動きが映っちゃっただけで。私のせいじゃないでしょう。ほら、これのせいですから。はあ、何にせよそんな妙竹林の動きをする弁護士は他にはいない。潔く罪を認めるんだな、まるほど龍一。ちょっと待ってください。それが他にもいるんです。いえ、いたんです、この会場に。え、何。その人物は言っていました。自分は優秀な弁護士で司法連盟と巨大犯罪組織とのつながりを暴こうとしているって。そしてこうも言っていました。これからウサギ狩りの決着をつけに行くと。それってまさか。ええ、陽子さん、
15年前に生き別れたあなたの弟さんです。異議なし。理事長小次郎、久しぶりだね姉さん。誰か理事長を助けて。動くな。動くとこの人成敗しちゃいます。その妙な言い回し、あのウサギと一緒だ。それじゃあ私を脅してたのは悪かったと思ってるよ。だけど役員であるあんたを脅さなきゃ司法連盟の秘密は盗み出せなかったからさ。娘は逃げられちゃダメって。その男を早く退廷させて。頼む、娘を返してくれ。残念だったね護道健二。この司法オリンピックで僕のことをおびき出そうとしていることは鼻からピンときてた。選手としてのこのこと参加するわけがないだろう。俺の壮大な仕掛けはどうやら壮大な空振りに終わったようだ。小次郎、陽子さん、どうしてあなたがこんなことを。この15年間司法連盟の闇を暴くために弁護士になって必死で調べた。それでようやく証拠となるチップの存在をつかんだんだ。司法オリンピックに紛れ込んで表彰式の時に金メダルごと奪うつもりだった。だけど表彰式の直前偶然見ちゃったんだ、あの男の腕の入れ墨を。入れ墨？15年前母さんが殺された時、姉さんクローゼットで目をつぶって震えていたよね。でも僕はずっと見てた。目に焼き付いて離れなかった。あの男の腕にあったライオンの入れ墨が。それじゃあまさか。あの男、マルデア・バレンボーこそがあの時母さんを撃った犯罪組織の殺し屋だったんだ。なんだお前は。よくも母さんも。母さん、そのナイフ、まさかお前。そうか、あのウサギには子供がいたんだったな。バレンボー様、貴様撃っちゃうよ母さん。今死人が出れば表彰式が中止になる。大丈夫ですかバレンボー様。触るな。今こいつを抜けば大量に出血して意識を失う。俺としたことが同じナイフに二度傷つけられるとはな。そいつはどっかに閉じ込めておける。ちょっとどこ行くんですか。何としても金メダルを奪いチップを回収する。それが俺に与えられた任務だ。そんな怪我で動いたら死んじゃいますって。早く手当てしないと。今チップの中身が公になれば俺たちの組織も、司法連盟にいるあの方も終わりだ。もしも俺が失敗した時には何としてでもお前たちがチップ奪い返せ。いいな。閉じ込められて身動きが取れなくなった僕は、奴らの隙をついてチラシにあった姉さんのアドレスにメールをしたんだ。まさか僕をかばって裁判にかけられてるとは思わなかったけどね。本当、なんであんなバカなことしたんだよ。僕のことなんてほっとけばよかったんだよ。できるわけないでしょ。放っておけるわけないでしょ。この世でたった一人の大事な弟なんだから。お願い小次郎、こんなこともうやめて。これ以上罪を重ねないで。ごめん姉さん、でももうチップがなくなった以上こうするしかないんだ。ほら言えよ。これまであんたたちがしてきた悪事を全部ぶちまけろ。知りません、僕本当に何も知らないんです。やめなさいやめなさい。理事長はお父上の後を継いでまだ間もない。15年前のことを知るはずがない。嘘だ。犯罪組織とのつながりは今も続いてる。司法連盟のトップであるあんたがそれを知らないわけないだろう。待って。なるほどくん、小次郎くん、そんなことをしなくても真実を証明する方法はある。え、弁護側はこの事件の発端となった証拠品を提示します。証拠品だと？まさか。ええ、金メダルの中に隠されていたチップです。なんということでしょうか。裁判が始まってからずっと話題に上がっていた謎のチップです。超重要証拠物件がなるほどお弁護士の手によって掲げられた。ちなみにそいつはどこからどうやって出てきたんだい。詳しいことは言いたくありません。とにかくこのチップを確認すれば
全ての証拠は明らかになります。おいスタッフ、そいつをバットに差し込め、読み取れるはずだ。なんでおばちゃんなんだよ。おばちゃん、レーザーカッターが何とかしなさいよ。自分のことなら言ったばかりです。いいから早くしろ。はい。早く出しなさいよ、早く。入った。さあ、バッチーチップに記録されているデータはやはりバッチーのか。15年前から続く黒い噂の真相がついに今明らかになります。一体これはどういうことでしょうか。ロックがかかってるっす。暗証番号ってやつ。ほら、数字を言えよ。だから知らないんですって。あ、やっぱり誕生日じゃないかな。ペーマン都市クローマックジュニア。はい。あんたの誕生日は1月1日です。おめでたい男だ。0101っすね。入れてみるっす。いやー、どうなんでしょうか。見た目的にダメな感じがプンプンしておりますが。ポチッとなす。はい、やっぱダメでした。通常暗証番号の入力は3回までです。3回失敗しますと緊急ロックがかかり、それを開くにはかなりの時間がかかってしまいます。だとするとあと2回しかないっす。当司法連盟にはその専門のスタッフもおりますので、私どもにそのチップをお預けいただきましたら近日中にはその内容を解明いたします。ダメだ。今ここで真相を明らかにしなければ、また母さんの時みたいに闇に葬り去られて終わりだ。いやですが、うるさい。早く数字を言え。やめて、待てよ。ちょっと、なるほどくん、そんなこと僕に言われたって分かるわけないだろ。きっとどこかにすごいヒントが隠されてるんだって。ヒントってそんな都合のいいものがあるわけが。あれ、早くしろ。待った。なるほどくん、迷いちゃんの言う通りだ。答えはずっと僕たちの目の前にあったんだ。目の前に、一体どういうことだ。なるほど、キーワードは逆転さ。くらえ。看板、ずっと不思議だったんですよ。オリンピックは英語なのに、どうして四方だけ日本語なのか。どういうこと。その看板、逆さにしてください。はい、はい。あ、今、なるほど弁護士の指示により看板がゆっくりと降りてきます。前半ではこの看板にはナイフが刺さっていましたが、さらなる秘密がまだ隠されているというのでしょうか。さあ、今3人の男たちがゆっくりと真ん中まで看板を持ってきた。さあ、ここから、掛け声とともにゆっくりと、ゆっくりと看板がひっくり返された。こいつはまさか。そう、四方が逆転すると数字として読めるのです。数字？嘘、おばちゃん全然読めないよ。ナンバー4145だ。みつるぎ、みっちゃん、4145。そうだな、なるほど龍一。あ、その通りだ。これが暗証番号でないのなら何だというのか。これは大逆転になります。これがゴールドメダリストに輝いた男、なるほど龍一の目の付けどころなのです。早くその数字を入力しろ。分かった。4145っすね。さあ、今運命の扉がついに開かれます。こっちとなっす。あれ、逃げ。なんと前代未聞の大間違いであります。スタッフさんを巻き込んでの大外れ。予算を一体何だと思ってるのでしょうか。自腹切れ、このギザギザ野郎。しかも微妙に私まで巻き込んでくれたな。これでは何のために戻ってきたのかわからんではないか。お願いさせた分も予算から払ってほしいっす。いやー、気持ちよく外したね。ふざけんな。あんたたち状況分かってんのかよ。真面目にやらないんだったらな、本当に殺したらな。待って、まさかまだやるの。なるほどくん、お呼びじゃねえぜミスター大外れ。実は僕には2つの答えがあったんです。今のが違うなら残るはもう1つ、これしかない。いいですね。いいから早くしてください。分かってると思うんですが、はい、これがラストチャンスですよ。はい。ふざけるなって言ったろ。ふざけてなんてない。いや、どう見てもふざけてるっす。これは儀式なんだ。儀式？幸運の女神祈りを伝えるための。幸運の女神。ああ、囚われし幸運の女神を、どうか僕の祈りを聞き届けたまえ。目の前にある運命のレバーを倒し、
一度この世界を深い闇で覆いたまえ。あんた、うん、何怖いこと言ってんのよ。大丈夫、闇の後には必ず光が差し込むんです。その光はやがて全ての真実を明らかにして暗証番号を導き出してくれるんです。はーい、もうおしまいっす。なるほど、弁護士がおかしくなっちゃったっす。はーい、あんたまで何やってんのよ。だってなんか面白そうなんだもん。ほら、三つ剣士も。だから私を巻き込まないでいただきたい。いい加減にしろ。くだらないことやってないで、ね、さっさと数字を言え。そうっすよ、分かった。聞こえてるか、幸運の女神。今こそその足で運命のレバーを蹴り倒したまえ。また手ですか。皆さん動いてください。すぐに闇電源が作動いたします。全世界の皆様、これは放送事故ではありません。ただいま落雷によって停電。今の何の音。おお、びっくりした。そろそろ離れてもらいたい。あったかい。さあそろそろ暗証番号言ってもらうよ。いや、その必要はないようだ。はどうなってんだよ。チップはどうなったっすか。なくなってる。なんと停電の中、何者かがチップを盗み出した模様です。一体何者だ。さあな。だが理事長じゃねえってことは確かだ。しまった。くそ、これで全ては闇の中です。いきなり。ところがそうはいかないんです。これなんだかわかりますか。おばちゃんのビデオカメラじゃないですか。ただのカメラじゃないんです。これには高性能な暗視カメラの機能がついているんです。暗視カメラ、どんな暗闇でもバッチリむしり取れちゃう優れものなのよ。オリンピックの間もずっとみっちゃんの寝顔を撮ってたし。夜中に寒気が多かったのはそのせいか。さっきの停電の間、僕はずっとこのカメラを回していたんです。何ですか。さては貴様、一芝居打ったな。どういうこと。実は最初から暗証番号の心当たりなんてなかったんだよ。でもこの状況で停電が起きれば犯人は絶対に動く。そう思ったんです。バカな、そんな都合よく停電が起きるなんてありえねえ。それがありえるんだよな。そう、幸運の女神を信じればね。アルファケンジ、無事だったっすか。どうも、主演です。あれ、なるほどくん、なんということでしょう。また一人なるほど弁護士が増えましたよ。今度は一体どちらが本物なんだ。いや、わかるでしょ、もう。わからないよ、どっち。まよいちゃん、じゃじゃーん。あ、やっぱりさー。今日も可愛いね。二人とも僕の作戦に気づいてくれたんだな。おうよ、陽子ちゃんの裁判の様子はあの部屋の窓からバッチリ聞こえてきたからな。いやー、見せたかったぜ。電源盤を蹴り飛ばすメイちゃんのおみ足、俺も蹴られたい。いった、もう化け物じゃねえか。うるさいな。まったく、もう少しマシな伝え方はできなかったの。あまりにバカみたいで聞いてるこっちが恥ずかしかったわ。まあ私を女神と呼んだことだけは評価してあげるけど。女神というよりはどう見ても魔女っすからね。うわっと。そうか、さっきのようなセリフは彼女に停電を起こさせるための合図だったのか。さあ、なるほど龍一、グズグズしてないで暗視カメラで撮影した映像を再生なさい。お待ちなさい、これは違法な証拠です。おい、再生を許可するわけにはいきませんよ。だとさ、どうする理事長さん。許可します。何を言うんですか理事長。ここはこの2番手にお任せを。司法連盟の理事長は僕です。今すぐ再生してください。はい。さあ、暗闇の中、チップを抜き取ったのは副理事長です。なあ、副理事長、アッキーの2番です。チップを抜いたり、どうしたものかと迷った挙句、どうすんの。まさか、なるほど、弁護士が飲み込み、いねいねしたそのチップを、汚いよ、副理事長が口の中に入れた。
食べた。飲み込んだ。2番手副理事長、黒幕はあなただったんですね。違います。いや、私はただ当司法協会の未公認未確認のデータを世界に中継させるわけにはいかないと。いや、信じてください、理事長。全てはあなたのためにやったことなのですから。僕のために？はい。もしも世間にあらぬ疑いを持たれるようなものが入っていたとしたら、この司法連盟の、いや、クロマック一族の名は地に落ちてしまいます。私はそれを心配するあまり、あの庭園の暗闇の中、思わずチップを飲み込んでしまったということなのです。はあ、二番手さん。ともあれ、これでデータは完全に消去され、証拠はもうどこにも残っていません。つまり誰も私を裁くことはできないということです。いきなり！何ですか？そうはいかない。あなたの発言は矛盾している。矛盾だと？あなたは言いました、停電の中とっさにチップを飲み込んだと。でもそんなことはありえない。なぜならあの時僕は聞いた、闇の中で暗証番号を入力する音を。何をバカな。いや、確かに私も聞いた。私も。ピッポン待って。自分も聞いたっつ。めんどくせえ。さっきの映像を見りゃ一発だ。おお、やっぱり何か入力してるっつ。どういうことですか、2番手さん。なぜあなたがチップの暗証番号を知ってるんですか？そういうことか。どういうことですか？チップがなくなれば真相は闇の中。しかしそれでは司法連盟の黒い噂を払拭することはできない。連盟にとって一番都合がいいのはチップの中には何もなかったという事実。2番手さん、あなたはとっさに起きた停電の中でロックを解除し、チップの中に入っている全ての情報を消去しようとしたんだ。違いますか？よし、ズームだ。副委員長が打ち込んだ数字を限界までズームアップするぜ。16桁だ。用心深いおっさんだ。これは円周率。は？円周率16桁を逆にした数列だ。そんなものは無意味なんですよ。ちょっとじいさん、みっちゃんの何が無意味だっていうのよ。マダム、映像の続きをご覧になればわかりますよ。え？え？あれ？エラーだって。最後に思いついた数字を入力しましたが、ご覧の通りロックがかかってしまった。それだけのことです。お分かりですか？暗証番号を知らなかったということは、当然チップの中身も知らなかったということです。つまり私はこの事件とは無関係ということです。くそハハハハハ。笑いすぎでしょ。ついに罠の口が閉じたようだぜ。罠？二番手数副理事長さんよ、随分と焦ったんじゃねえのか。正しい暗証番号を入力したのにエラーが出ちまって。何ですと？傑作だな。それで慌ててチップを抜き取って飲み込んじまったってわけかい。護道健二、どういうことだ？金メダルに隠されたチップは超重要な証拠品だ。それをこの俺が馬鹿正直にそのまま放っておくと思いかい？貴様！そりゃあんたの暗証番号で開くわけがねえ。飲み込んじまったチップは偽物だからな。本物ならここにあるぜ。
こいつには司法連盟の本性を暴くための情報がぎっしり詰まってるんだ。万が一にも奪われるわけにはいかねえ。だからこっそりすり替えておいたのさ。本当の黒幕をあぶり出すためにな。そんなバカな。驚きの連続で言葉が出ません。逆転に次ぐ逆転、これぞまさしく逆転裁判であります。おい、こいつにさっきの数字を打ち込んでみな。やった。これは犯罪組織と司法連盟の取引の記録だ。世界中でマークされている犯罪組織の名前ばかりね。サインはすべてアンティの2番です。副理事長っす。2番手さん、司法連盟の闇の中心にいた黒幕はあなただったんですね。2番手さん、あなたたちのせいですよ。あなたたち黒幕一族が無能だから、このアンティの2番手が、この2番手が手を汚してきてやったんですよ。何ですって。構成クリーン、親子そろって実に札が、馬鹿正直に悪に立ち向かったところで奴らを倒すなんて不可能なんですよ。悪と渡り合う方法はただ一つ、こちらも悪を飲み込むことだけなんです。それが犯罪組織とのつながりか。二番手様。カッカッコニャラ。あいつの腹でもどこでもかっさばいてチップ取り出しゃそれでよかったんですよ。ニャラー。こいつ、すいません、正体表しやがったな。こんな男が副理事長だったなんて、天下の司法連盟も落ちたものね。あんたたちには分からんだろうね。悪党どもにはした金をつかませて、ちっぽけな罪を見逃してやる。それだけでこの世界の美しいバランスは保たれるんです。これこそが正義の本質なんですよ。ふざけんな。だったらどうして母さんを殺した。あれのどこに正義があったんだよ。母親そっくりの甘ったれダメだね、ボーイ。なんだ。15年前どういう手を使ったか、君たちの母親は私の取引の証拠をつかんだ。この私が初めて殺し屋を使うまで追い詰められましたよ。だが所詮は野崎、吠えることもできずに踏み潰されただけでした。ウサギ一匹の犠牲と世界の正義、天秤にかけて釣り合うとでも思ったんですか。絶対にそんなこと望んでないはずよ。やっぱりボーイだね。そんな綺麗事聞いてすっきりしちゃいましたが、いいですか、これがあんたらのぬるい正義の限界なんですよ。理事長。ほら、あなたに正義を語る資格はない。一人の人間の人生の重さを知らない、知ろうとさえしないあなたはただの無様な犯罪者だ。
さあ、観念するっす。男になったじゃねえか、クロマックジュニア。いや、ミスタークロマック。立つっす。あんたには聞かなきゃならないことが15年分うんざりするほどあるっす。あんたたちもよ、この私を無駄にハレンチに鎖につないだ罪は存分に償ってもらうわ。年は取りたくないわ。あんたもこうなんのよ。あ、失礼しました。逮捕です。副理事長アンティの2番ですが逮捕されました。スタッフっていないじゃん。おばちゃんサボんないでよ。皮肉なものだな。母親の形見であるナイフ、彼女にとっては折れない心のシンボルだったのに、君にとっては恨みの心を忘れない復讐のシンボルだったということか。行こうか。厳しいようだが、君には償うべき罪がある。はい、分かってます。あのジュナンって人に伝えてくれますか。娘さんは元気だって、今頃家に帰ってるはずだって。分かった、必ず伝えよう。待って、小次郎、どうして15年間一度も連絡をくれなかったの。姉さんがラビッツを継いだって聞いて気づいたんだ。姉さんと僕は違う道を行くんだって。僕が弁護士になったのはね、司法連盟を探る目的もあったけど、法律のことを学んで抗議するよりももっと大きな声でみんなに真実を訴えたかったからなんだ。だけど真実に意味なんてない、知れば知るほど悲しくなるだけの価値のないものだった。それは違うよ。確かに真実は時に残酷なことだってある。だけど僕たちは信じてる。真実はきっと誰かの救いになるって、暗い道を照らす一筋の光になるんだって。小次郎君、陽子さん、少なくとも真実はもう一度こうして君たちを会わせてくれた。それが正しいことだってそう思える日がきっと来る。弁護士として法と正義を信じる人間として僕はそう願うよ。法律は信じてみて、愛と希望を導く光だと。姉さん大丈夫だよ小次郎、真実が救いになるなら私たちきっとまた会えるから。それでは判決を言い渡します。被告人深杉陽子は無罪。Thank you.
の兄弟ならきっと乗り越えられるよ。それにしても護道賢治、相変わらずものすごかったね。もう訳がわからないよ。何しろ犯人探しのためにオリンピックまで開催しちゃうんだからな。それが彼の任務だったのだ。剣、任務ですか？理事長は護道賢治にどんな手段を使ってでも司法連盟の真実を暴いてほしいって頼んでたみたいっすよ。あの理事長、まだ若いがなかなか大胆なことをする。彼がトップになるなら世界司法連盟も立て直しが可能かもしれんな。大丈夫さ、真実を追い求める人間の未来にはきっと光があるはずなんだから。もうなるほど龍一、え、まさか幸運の女神に礼も言わずに立ち去るつもり？そうだね、なるほど。俺のメイちゃんにきちんと土下座して謝れこの野郎。どうしようこさんはどうしたんだよ。それはそれ、これはこれだぜ。それにまだその格好。おお、狙ってるぜ、逆転裁判の主演のぜ。いつの間にかセンターに立ってる俺、意義ありスパゴーンって決める俺、その横でうっとりしてるメイタン。どうして私が脇役なの。あ、でもあの絶妙なタイミングでの蹴りがなかったら2番手副理事長を追い込むことはできなかった。本当に助かったよ。ありがとう、カルマケンジ。礼を言われる筋合いはないわ。君が言えって言ったんだろ。すべての闇を暴き、真実を解き明かす。それが私のケンジとしての使命だもの。カルマケンジ。うるせえ。さあ、ヒゲ、早く荷物を運びなさい。じゃないとまた言及するわよ。いや、それだけは勘弁してほしいっす。なるほど、龍一。ミツルギレイジ、勝負は次に会った時までお預けね。覚悟しておきなさい。本当に相変わらずと言いたいところだが、彼女も検事として成長しているようだ。うん、なんだこの背中を突き抜けるようなおかんは。私はこれで失礼する。おい、ミツルギ。なるほど、龍一。今度こそ法廷で会おう。どうしたんだろうね、ミツルギ検事。風邪でも引いたのかな。はい、どう。出たな、おばちゃん。まだいたのかよ。みっちゃんの匂いのするところなら、おばちゃんどこにだって現れるよ。あれ、みっちゃんは。さてはあんたたち、またみっちゃんをどこかに隠したね。ああ、みつるぎだったら、たった今帰ったぜ。なんていうの。どっち、どっち行ったの。おうわ、おばちゃんはね、待つ女じゃないから追いかけてって、しがみつく女だ。痛い、爪を立てるな。それより、なんなんですか、この椅子。ああ、あのコーヒー店に頼まれたのよ。あんたに優勝商品渡してくれってね。商品ってこれが。伝言も預かってるわよ、はい。なるほど、龍一。今回は見事に俺の手のひらの上で踊ってくれたもんだな。まあだが、一応優勝は優勝だ。商品はきっちりくれてやる。理事の椅子をな。煮るなり焼くなり、好きにしな。ん？理事の椅子？嘘だろ、あれだけ待ち込んどいて、最後はこんなダジャレみたいなオチで終わらせる気なのかよ。なんだこれ。待て、じゃあ、副将の世界中の遊園地を巡るツアーは。ああ、おばちゃん忘れるところだったよ。はい、これやったよ、なるほどくん。おばちゃんの分まで楽しんできて。あれ、これ飛行機のチケット入ってないよ。当たり前でしょ、商品はチケットだけなんだから。最近の若い子はがめついわね。旅費は自分で出しなさいよ、あんた。はい、おばちゃん一回座ろうね。何よ、なるほどくん。何？飛行機買って無茶言うなよ。じゃあどうするの、せっかくの優勝商品。よし、じゃあ俺がこのチケット売っ払ってきてやるぜ。そうすれば少しは飛行機代の足しになるだろう。あ、ちょっとやっぱりさ。それじゃ本末転倒でしょ、返して。そんなことよりみーちゃんはどこ行ったのよ。みーちゃん。なるほど、俺はまだお前を認めたわけじゃねえ。だが法廷でのお前の言葉は俺の心を少し熱くさせたぜ。
真実はきっと誰かの救いになる。人はいくつもの罪を抱え、その暗い闇をただ飲み干して生きていくしかねえ。あの兄弟も、そしてまだ見ぬ被告人たちもな。俺たち法律家にできることは、真実を覆う闇に異議を唱える。ただそれだけだ。本日は舞台逆転裁判逆転のゴールドメダルにお越しいただきまして本当にありがとうございます。はい、今日の今で、3日目が終了しました。ありがとうございます。3日目が終了しましたね。そしてこの後アフタートークもございますので皆様ぜひ楽しみにしておいてください。そして皆様逆転裁判はお家に帰るまで逆転裁判でございます。なのでお家に帰るときにウイルスに当たったりとか風邪菌を持って帰らないでください。そして僕たちのパワーで皆さんの病気とかも全部飛ばせるぐらい頑張っていきたいと思いますので皆様僕たちの応援よろしくお願いします。はい、本日は誠おい何言ってんの。すごいね。違いますか。意義あり。画面開いちゃった。ありがとうございます。はい、では挨拶をいたしましょうか。はい、はい、本日は誠にありがとうございました。以上をもちまして本公演は終了となります。この後お楽しみのアフタートークがあります。準備が整い次第始まりますので観覧ご希望のお客様はそのままお席でお待ちください。すぐに始まるから待っててね。